どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。本日はスミカの願い、あの切ないラブソングをこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン、後半は16ビートの軽やかなリズムでこの切ない曲を歌うこのかっこいいバージョンをやりたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあウクレレ始めたい方、くれこれ楽しいです。簡単でもうどんどんできます。もうね、本当にね、これ弾いて歌う、楽器弾きながら歌うっていうのはもう最高のことでございまして、ぜひ皆さんに始めてほしいんですけど、難しいとか思ってませんか？ウクレレだったら超簡単、弦も4本しかないし、それでね、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるようになります。2020年になってまた分かりやすくなった、解説動画もアップロードしてますんで、ぜひ始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいてもらって、1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けますから、皆さん始めましょう。しかも YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホで見られるし無料ですから、どんどん音楽始めましょう。はい、じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたあらゆる音楽ジャンルの曲がもう1000曲以上ですよ。もうアップロードされております。最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、映画の曲、アニメの曲、バー山ほどあります。さっきのリンク先のところに行くと、曲名検索、歌手名検索の他に、ジャンルボックスからいろいろ選べて、お気に入りの曲がどんどんウクレレで音楽できるようになります。音楽を聴くからやるに変えましょう。さあさあ、早速行きます。スミカの願い、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。ワン、ツー、あなたの瞳に映って私は幸せって笑ってる未来を探してた。ねん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 おはようたった一つって世界が始まるから、あなたはすごい人だね。寒い冬を温められる人、あなたをずっと見てるから、ちょっとした変化に少しだけ早く気づいてしまっただけ。あの声で追ってどっかつらそうで、あなたはきっと恋をしてる。 Oh, 一つ二つ願ってもあの子じゃない、私には代わりは務められず、いつよおつ願っても虚しくなる。 この胸の中で眠れ、いつか目覚める日まで、あなたの瞳に映って嬉しい男子と言い合って、夜空に見てた儚い夢だ。白い息を小さく吐いて、寂しい悲しいって隣から私も言いたかったよ。時々起きて我眠ってね、さよなら、せーの、ガガン、スミカの願い、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今のは、聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットバージョンでお送りさせていただいております。フルでやりたい方、ここと書き出していって、ちょっと完成させてください。動画のテロップと一緒にできた方も、それでも自分で書いて、自分だけで演奏してみるのをお勧めいたしますが、その時の参考になるように、私のノートを写そうと思います。この曲ね、ものすごく息継ぎする暇がないぐらい言葉が結構ガッツリ詰まってて、
歌は難しいですよ。まあ、聞いた感じでもうわかりますよね。こう、バーッと早、なんかこう、言葉がバーッとこう、連なってるんでね。このリズムよくこれ乗せるのはなかなかね、面白くもあり難しくもあります。まあ、いきなりこう、サビから始まるパターンのやつですね。で、こう、感想が。これ一時停止してメモってってくださいな。はい。じゃあ、ここまで映しとくんで、一時停止で。ちょっとわかんないところがある方は、動画のね、テロップ、一時停止してメモってもらった方がわかるかもしれません。はい。で、いつも出てくるんだけど、この下にくるっとくるくる書いてあるのあるじゃないですか。この、こういうやつとかね。下の段に書いてあるやつは、後半やるかっこいいバージョンの指令ですので、また改めて解説します。今の上の段を4つ引きでやったシンプル簡単バージョンです。はい、どうぞ。はい。いいかな。じゃあ、ここからサビになりますね。あ、ここにもダダダダとか、決めをやろうということで書いてますけれど。はい。で、ここがラストの最後のところですね。ちょっと今日ギリギリ。はい。こんな感じの構成にガズレレオリジナルでさせてもらってます。ちょっと出てくるコードじゃ解説しましょう。C と Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、C7。これはですね、もうここに書いてあるガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コード、もうオンパレードですね、ほぼね。このガズレレ必須コードっていうのは一体なんじゃらほいってことなんですけど、ウクレレで音楽をやる方にとってはもう一番最初に覚えてもらいたい超絶簡単コードのグループなんです。それをガズレレ必須コードと命名してますけど、10個ぐらいあるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、1個ずつ見たら結構簡単。こう1本指のコードとかもいっぱいあるし、だけど10個覚えるときにはちょっとね、コツがいります。はい。で、以前私がわかりやすく解説してる、以前というかね、今年になって撮ったやつがあります。ここにリンク貼っておきますので、ガズレレ必須コード、この動画で楽しく覚えてください。10個覚えるのはね、やっぱコツがいりますからね、楽しく。この動画でマスターできますんで、今日それほぼ出てきますんで、ね、もう、はい。今日は試せると思います。本当に覚えているかなということで。はい。じゃあそのコードを使ってシンプル簡単バージョンやってみました。では、こっから、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンも、コード進行はこのまま同じでございまして、リズムが変わっていきます。メインになるリズムはこれです。ドン !16 ビートのチャ。これね、難しいんですけど、かっこいいリズム。こんな感じです。ちょっとやってみましょうか。16ビートのチャ。このリズムはかっこいいんですけど、なかなかこれ奥が深いということでございまして。で、あと B メロではですね、ちょっとここにも書いてあるんですけど、ここ見て、伸ばし気味の16ビートって感じかな。伸ばし気味の16ビート。ちょっとこうラフな言い方なんですけど、ちょっとこんな感じがいいと思うんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー。一つ二つ願っても、あの子じゃない。こんな感じ。私には代わりは務められず。三つ四つ、こんな感じ。ガガジャン、ダン、ダン、ダ、ダガダガダン。こんな風にちょっと伸ばしながらのこう16ビートを間に入れていくというようなイメージで、やってみようと思います。こう雰囲気ですね。ちょっとこう、リズムがこう落ちる感じにしたいんですよね。ちょっとメリハリつけてみましょう。で、あと、一番最初の始まりのサビはガスペジオという弾き方も使ってみましょう。こんな感じ。これもね、結構、渋い弾き方となっております。こんな感じでやってみようと思うんですよね。この二つの弾き方。ガズペジオと16ビートのチャ。ここにリンク貼っておきます。ここは、このリンク先はね、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの一枚で、その中からガズペジオと16ビートのチャという動画を見てもらいたいんですけど、この16ビートのチャというリズム結構難しいんでございます。これはですね、まず8ビートという基本のリズムがあって、その次、8ビートのチャ。その次16ビート、その次16ビートのチャという風にだんだんこう段階を経て物にしていくようなリズムなんですけど、はい、8ビートからまだちょっとできないなって方は8ビートからじっくりやり直して、いずれね、こう自分のものになっていくものでございますんで、やってみてください。そしてテロップのところに止まるとか、そう伸ばすとかそういうのもあるんで、それはまあいいとして、ちょっと決めがあるところがあります。ここの1番のエベロの最後のところなんです。ここですね。ここ。寒い冬をのところなんですけど、ここのところで、さっきは G7 やってストップ止まったんです。今度は G7、G7、G7、D7。はい。ここ、決めがあります。ちょっとこうテロップ、ちょっと見ながら一緒にやってみましょう。寒い冬を温められる人、パーン温められる人、バッタン。ちょっと演奏だけで。最後、バーンって D7 を。弾きます。
じゃんじゃなかだかとパーン、パーンが出せるんです。こんなキメ、ちょっと可愛らしいキメだなと思いました。次は B メロのところにキメが入ってきます。ここですね。いつか目覚める日、ここまずこれですね。ここ F コード1個だけなんですけど、この矢印マーク、ちょっとキメで使います。この矢印マークはリズムが前にスコーンと入り込んでくるシンコペーションというリズムの表現なんですけど、これをキメとして使いますね。ちょっとやってみましょうか。 B メロ後半から、この胸の中で眠れ、いつか目覚める、わかった、いつか目覚める、同じ F なんですけどシンコペーションでバーンと決めていく、ダンスとパッパーン。もう一回いきます。この胸の中で眠れ、いつか目覚める日ま、こんな感じで、そこの後 いつか目覚める日だった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 、 G7 でダッ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 ダで、サビに入ってきます。このダッ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 ダ、これもこうちょっとカッティングできる人はダッダッダッって綺麗よくしたいんですけど、こうダッ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 あなたのって入っていく。同じようなダッダッダッダっていうのがその最後のところのラストのところでも入ってきます。ここですね。ここはテロップとそのここダダダダって止まった時にさよならという感じで、これはテロップ見たらわかると思うんで、その辺のこともちょっとこうキメが入ってきたなということで意識してやってみてください。この曲はですね、16ビートのゆったりした落ち着いたリズムの中で、歌詞がねやっぱすごく多いっていうんですけど、この元気もりもりっていう感じでもなくて、こうしなやかにさーっとこう走る歌詞が走り抜けていくっていうようなイメージで、まあ曲のね内容はやっぱりこう切ない、ちょっと切なめラブソングですけど、やっぱ歌詞の中を読み解いて、このね歌詞の世界とこのリズムがこうガッと合わさる、このなんていうかな、このシンクロするところが気持ちいいわけでございます。で、両方バランスよくねこう合わさると、いいと思うんで、はい、やってみましょう。心込めて歌ってみましょう。それではいきます。スミカの願い、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー。あなたの瞳に映って私は幸せって笑ってる、未来を探してた。でん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 、おはようだった一つって世界が弾むから、あなたはすごい人だね。寒い冬を少しだけ早く気づいてしまっただけ、あの子に追ってどかつらそうで、あなたはきっと恋をしてる。ああ、一つ二つ願ってもあの子じゃない、私には代わりは務められず、三つ四つ願っても虚しくなる。ああ、この胸の中で眠れ、いつか目覚める日まで、あなたの瞳に映って嬉しい楽しいと言い合って、映像は耳ってた叶い夢だ、白い息を小さく吐いて、寂しい悲しいってだから、私も言いたかったよ。時々起きて我に向いてね、さよなら、願い、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。ゆったりした16ビートの中をこう言葉がファーっとこうね、遊んでいるというか、まあ歌詞の内容はちょっと切ないラブソングなんですけど、そういうやっぱりいろんなものがこう一つにクッとこうねまとまって表現できると、またさらにね楽しくなります。これ歌のメロディーとかこう全体の雰囲気はかなり難易度高いと思うんですけど、まあゆっくり
だんだんものにしていって楽しく歌えるようになるといいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあガズレレ最新情報いきます。2020年どんどんいきます。まずはイベント情報ドン。2月16日川口、埼玉県川口初登場なんですけどね、このイベントはね、8ベイトちょっと特別レッスンみたいな感じでもやろうと思います。もちろんいっぱいいろんな曲やったり、みんなの質問に答えたり、いつもの流れもあるんですけど、8ベイトもね、こう深めるんですごく、面白いコンテンツになると思います。もう今続々皆さんに参加表明いただいております。ありがとうございます。ちょっとね、お一人様でも大歓迎ですからね。お仲間同士ももちろん大歓迎。ほんと、ぜひとも来てください。これをですね、これからの音楽がちょっとね、考え方変わるぐらいのイベントになると思いますよ。お待ちしてます。はい、3月15日は水戸でもやりますから、そっちの方もお願いします。両方のイベントのお問い合わせは、島村楽器店さん各店までお願いいたします。さあ、いろんな情報。この今使ってる数のわがままウクレレの最新情報とか、はい、これです。これ、ガズレレリュックニュータイプ。これいいですよ。コンサートウクレレも入る。譜面台ケースが入るポーチ付き、これもあるしですね、まあいろんなグッズ、このキャップとかストラップとかもういろんなもあります。 T シャツとかね、はい、そんなことの情報もすべてこのガズレレ .com 見るとわかります。で、一番今日はまあ一体のこれね、これガズレレのアプリが出てますよ。その名もガズレシピ。これはですね、ダウンロード自体は無料ですから、ちょっと中見てください。どんなもんか。で、気に入ったらちょっといろいろ探ってみてくださいね。これ。はい。そんなことをホームページに書いてあります。よろしくお願いします。あと、これです。これ。リットミュージックから出てるこの2冊の本が、絶好調でございます。もう4万部ぐらいの勢いで、こう、皆さんにご購入いただいて、これ大ヒット商品になってるんですけど、簡単、わかりやすい、楽しい。これで。これでもう、バッチリでございます。皆さんご活用ください。はい、そんなこんなで楽しく音楽皆さんやっていきましょう。また、日々アップロードしていきたいと思います。また見てください。それでは、さよなら。